さて、ここからはお写真拝見のいつもの覗き見コーナー行きましょう。ドン。はい。トラドリ。あ、カシャリということで、毎度恐れ入ります。ここからはコメンテーターの皆様方がお手数お手間恐縮ながら、ご自身でお撮りになった写真を拝見しつつですね、プライベートの一面だったり、あるいは貴重なお仕事先のワンショットだったりと、若干の覗き見をお許しいただくコーナー、本日ゲストでご登場の加藤達也さんのお写真拝見でございます。ドン。はい。あら、井上和彦さんと中根さえさん、虎ノ門ニュースでおなじみの、はいはい、こちらちなみにどういった模様をしてこれはですね、あの航空自衛隊の、まあ、召喚級の幹部の、あの、将校以上の方ですね、はい、幹部の皆さんが年に1回、まあ、主催をするですね、はい、まあ、会合なんですけれども、例えば、航空自衛隊の機関誌に、文書を寄せたりですね、はいはい、まあ、それ以外にも講演だとかさまざまな形で、あの自衛隊に関わった、皆さんが招待されるんですけど、はい、なんとあの井上さんもです、中谷さんも、もう熱烈な航空自衛隊ファンということで、私はあの、ちょっとあの昨年寄稿したことがありましてですね、翼というあの機関誌なんですけども、でそこにですね、あの、まあ、それで、まあ、招待されたんですけれども、ね、ここにも他にはあの、まあ、さまざまないろんな方がいらしてて、まあ、なんといってもあの今北朝鮮とアメリカの問題で非常に緊張しているですね、はい、状況の中で、あの、まあ、そんなに生々しくはありませんけれども、はい、面白いお話をですねたくさん聞いてました。はい、そうですか。はい、ちなみに細かいことをお伺いするんですけど、あの胸につけてらっしゃる花の色がですね、あの井上さん、中井さんと加藤さんでは違う気がするんですけど。そうなんですよね。あの色の差というのは何か。いや、私もですね、新聞記者の方だけがあの色とかそういうことじゃないですよね。かもしれません。もしかするとそうかもしれません。いえいえ、あの些細な、はい、恐縮です。はい、さあ、そんな加藤さんですけれどもですね、この度最新刊がお出になるということで、こちらですね。はい、はい、産経新聞出版から発売になります。加藤達也さんと室谷克美さんの、失礼しました、室谷克美さんとのご共著ということになりますね。韓国リスク、半島危機に日本を襲う隣の現実という、ちょっとヒヤヒヤするようなねタイトルですが。そうですね。はい、ですかね。なるほど。まあ、あの米朝の緊張が高まっている状況の中で、まあ、私たちの朝鮮半島危機といいますとね、はい、基本的にはあの北朝鮮の問題を念頭に置くわけですね。まあ、難民がたくさん来るんじゃないかとか、北朝鮮の工作員が来るんじゃないかとか、そういうことを想定するんですが、実はですね、はい、あの私たちあのアメリカを通じて間接的な、まあ、同盟関係と言ってもいいわけですよね。この南の韓国の政権こそですね、はい、あの日本を裏切る恐れがある。それからもう一つはあの、まあ、政権のですねコントロール能力を失って、難民がですね南の方からこそまさに来るかもしれない、そういう、はい、ことを、北でなく南から、そうこそがまさにあのリスクなんだということですね。あ、まあ、室谷さんと語り尽くしました。まあ、室谷さんもね、韓国の専門家です。はい、まあ、専門家だから韓国に関しての本を何冊も出されてますね。防寒論とかね、いろいろ出されてます。はい、そして加藤さんはですね、はい、まあ、もう皆さんご存知のようにあの、ソウルに1年間軟禁状態になってね、あの国外から、出さないぞというふうに、はい、これ加藤さん何の罪とかもなくてですね、加藤さんとしてはあの、韓国にある雑誌ですかね、新聞ですか、あの、こういう噂があるぞという、そのパク・クネ大統領の、まあ、あの、ある噂をね、はい、その実際に韓国の出版、韓国の出版物を紹介しただけのに、国家元首をバカにするとは何事だということで、起訴されて、そうですね、なおかつその1年間立法に帰ってこれなかったんですよね。そう、8ヶ月でしたね。まあ、むちゃくちゃですよね。でこれに対して、ね、腹立つのはその日本のメディア、例えば朝日新聞とか毎日新聞とか、まあ、あるいはテレビ局は、これが全然 それに関して、抗議しなかったということなんですよね。こんなおかしいことないで、しかもね、まあ、私、まあ、繰り返しますが、加藤さんが独自に書いた記事じゃないんですよね。そうですね。韓国の中にある出版物を、こんな記事があるよって紹介しただけなんですよね。非常にそれ、まあ、最終的には無罪になりまして、まあ、おめでとうございます。はい、まあ、だから韓国の、日弁連も立ち上がりませんでしたよね。そう、加藤さんを救出しろってね。そう、言論の自由を守れとかね、全くそういうことなくてですね、日本はね、
しかも、まあ、だから加藤さんは当然その1年間も、まあ、そういうひどい韓国の状態を知って、まあ、特に韓国という国あるいは韓国という、うん、まあ、韓国人の、うん、まあ、もうぶちゃくちゃさを、まあ、身をもって体験されたわけですからね、まあ、この本は非常に、まあ、はい、興味ありますね。改めて産経新聞出版から発売の韓国リスク、半年期に日本を襲う隣の現実は全国書店店頭で、発売となります。今月末ですね。今月末、はい、はい、ぜひあのついでにということですが、はい、あの韓国のことを知るためにはこれ本もぜひ、はい、これは今年での本ですよね。あの加藤さんのことです、はい、送っていただきました、見ました、はい、今こそ韓国に謝る、はい、こちらももちろん必読文献ですよ、はい、もうこれ読んだらね、まあ、日韓併合の歴史、はい、全部わかります、はい、韓国人というのがどういう人、どういう国民性か、韓国という国がどんな歴史を持って、はい、それで、日韓併合36年間の間にですね、韓国はどんなふうに、変わったか、はい、日本が何をしたかということがこれ読んだら全部わかります、はいはい、これはね、ほとんどの日本人知らんことだと思いますね、はい、でこれはね、実は韓国人も知らないんですよ、知らないですね、ですからこれをね、もうぜひ韓国で売りたいなと思うんですが、まあ、これ韓国で出してくる出版社ないん で、で我々は今これアスカ審査出してるんですが、アスカ審査と今考えてるのはですね、はい、これを、ハングルに全部翻訳して、あ、韓国語版で、ね、はい、でネットで読めるようにしようかなと、だからもうただで読まそうと、もうお金いらんと、だからネットでとにかく韓国の人に読んでもらいたい、これ全くね、韓国人自身が併合時代35年間、まあ36年ですが、これ実際これね、36年も35年もこれややこしいんですから、あの韓国は36年言うてるんですが、実際には35年と3日ぐらいなんですよ、それを36年で増やすなって言われてね、はい、まあ、実質的には35年なんですけど、まあ、その間に何が行われたかっていうのは韓国人自身も知らないんですよ、ですから言葉を奪われたとかね、いろんなことを奪われたと言うんですが、とんでもない、どんだけ日本はやったか、ただし日本はこれ謝ろうと書いてるのは、はい、頼まれもせんのに、はい、頼まれもせんのにいろいろやって悪かったということです、はいはい、学校がね100校しかなかったのに35年間で、ね、5000何本も学校を作ってしまった、頼まれもせんのにね、萩山に木を植えたりね、萩山に木を植えたりね、はい、もう水道を引いたり、そう、もう文字なんかなかったのに文字を教えたりとかね、はい、いらんことし悪かった、そういうことです、はい、読んでください、はい、ついでに、はい、ごめんね私もついでにばっかりや、ごめんね、はい、また新刊ですか、はい、田さんの、私の新刊が今度14日に出ます、はい、はい、これです、百田直樹永遠の一冊、おこれ別冊花田の、なんか永遠の一冊ってこの映画だと百田さん家みたいになってませんか、ここですね、はい、まあ読みます、まあ目次見ましょうか、月刊の花田の別冊、そうですね、目次がね、目次どこやったっけ、はい、あれ目次じゃない、あとこれ、はい、はい、これは目次ですわ、我が原点永遠のゼロ誕生秘話、はい、沖縄で熱血大公演全録音、朝日も沖縄西も上層部はクズや、これガラ雅子さんと喋ってますね、それから沖縄タイムス阿部隆記者の招待、百田家の家族、百田家の家族ホーグゼット大座談会、ご家族、はい、私の奥様や私の嫁 嫁と息子と娘が3人でうちの父ちゃんはこんな人間やよで3人で喋ってる、もうむちゃくちゃなんです、私呼んだらもう恥ずかしい、もう百田家の恥をさらすなということです、それから特攻に反対を唱えた疾患たち、はい、日本の死を悲劇の戦闘機ゼロ戦、自衛隊ドッグファイト体験機、まあ、先ほど航空自衛隊の話出ましたけど、はい、私あの2015年に、静岡県の静浜基地で、実際にその航空自衛隊の練習機に乗って模擬空戦をやった経験があるんですよ、でその時のこと書いてます、まあ、他にいろいろ書いてね、で、対談も桜井よし子先生と対談、有本香織さんと対談、足立康史さん衆議院議員ですね、はい、それから常連司さんと対談、それから村西徹さんとの対談、おナイスですね、それから私の百田直樹論というのがありましてね、これ各国いろんな各界の人が、これ大崎博さん、これ吉本興業の社長ですよ、はい、大崎社、はいはいはい、で桜井よし子先生、それから松井一郎大阪府知事、はいはい、北村春夫弁護士、おおなじみ、畠山健二、これは私の友人の作家なんですが、高須克也、これ高須クリニック高須院長、それから中瀬ゆかりさん、これはまあ新潮社の、まあ、名物編集者の方ですよね、で関栄さん、それから松本治さんというのが私をその、放送業界に入れてくれた恩人ですわ、はい、アホバカ文福校でも、そうそう、おなじみのライトスクープのプロデューサーですね、
それからケント・ギルバートさん、はい、それから岡聡さん、これは私を太田出版の太田出版の社長で私の方、はい、永遠のゼロを最初に出版してくれたと思います、それから有本香織さん、はい、まあ、こんなふうにもう全員丸々一冊寄ってたかってほんでね、まあ、私の写真集もあるでしょう、これ私のほら分かってください、幼い頃からの、はい、あ、これはね、秋田さん、高校1年、15歳ぐらいの時ですね、いいぜ、はい、なんかちょっと大崎豊っぽいじゃないですか、これは15の夜みたいになってるじゃないですか、はい、これが、まあ、私の父親と息子、ちっちゃいのが私ですね、はい、まあ、以下ずっとこのいろんな、こう秘蔵アルバムがありましてね、ここはねテレビで映ってない、あの私のちょっと大事なところが映ってますね、あのお子さんなんですから、ね、別にそんな気にならなくてもいいじゃないですか、私は30歳だったらこれ映ってあかんけどね、いやいやいや、はい、微笑ましいもんじゃないですか、はい、お子さんなんですから、ね、はい、してまあこんなふうにね、はい、いっぱい、まあ、私の写真がいっぱい載ってます、はい、あ、これね、あのね、こういう私びっくりしたのがね、こんな写真見ず、私もね、アルバムね、あの、はい、編集者にアルバムないから、アルバムドーンと渡したんですよ、で、まあ、編集者がアルバムを勝手に整理して、はい、これ、勝手に載せてくれって、勝手に載せたんですけど、はい、その時にね、私も、100歳、こんな写真あるんで、えって見てね、これびっくりしたの、これ、これ、私は中学2年の時の写真なんですが、はい、これ、漫画の原稿なんですよ、これ、私の書いた漫画の原稿なんですよ。はいはい、ちょっとピンボケでよく分かりませんけどね、いや、なんかちょっと忍者ハットリくんみたいなね、うん、なんかギャグ漫画と、シリアス漫画2つ書いてるんですよね、この時、はい、おえー、これは私中学3年の時に、中学2年の時は私漫画家になろうと思って、はい、漫画描いてたんですよ、いや、すごく本格的な筆致じゃないですか、はい、ほんまにあの隅も入れてますからね、ちゃんと、はい、あの、いわゆるセリフ、ネームもね、はいはい、ちゃんと入ってて、はい、ですからこれは私自分でもびっくりしてね、ああそういえば思い出したと思って、まあ、そんなことありました、なるほど、はい、矢田さん、これがカエルの楽園のあの画力に結びついたわけですね、あのハンドレッドのね、まあ、こんな風に私の、まあ、目つきの悪い高校時代の、この頃は反抗期ですか、真っ盛りですか、そうですね、まあ、とにかく髪の毛はふさふさですよね、はい、まあ、こんな風にあります、はい、はい、まあ、あ、どうしたのボクシング部、あ、そうですね、このどうしたのボクシング部、これ私のこれひげ生やしてる、あ、こんな、はい、ひげ生やしてるこの目つきの悪いのは私ですね、はい、はい、青春真っ盛りですね、はい、まあ、こんなふうにね写真がいっぱいあります、はい、で、ヤクさん、あんまりお店になると、ね、うん、あのネタバレになっちゃいます、売れへん、これから、いやいやいや、そう、これからお買いになる方の、あ、そうですか、ね、楽しみを阻害しちゃいけませんから、はい、すいません、はい、もう申し訳ない、ということで改めて、はい、よろしいですか、百田さんの百田直樹永遠の一冊は、飛鳥新社さんから、月刊花田の別冊形式で発売で、はい、もう出てるんですか、これから出てるんですか、14日に発売、14日発売、はい、あ、じゃあ明後日 BPO の会見と同じ日ですんでね、はい、はい、合わせてご購入いただければと存じます、はい、月刊花田セレクション、ね、百田直樹永遠の一冊は飛鳥新社より明後日発売です、よろしくお願いします、さて、それこれ、お礼します、あ、はい、差し上げますんで、はい、いつもいただいてばっかり恐縮です、はい、いえ、読んでください、頂戴します、ありがとうございます、はい、さあ、ではニュース深入りにね、戻ってまいりましょうかというとこなんですが、そろそろガナーさんのね、はい、そろそろスカイプつながってますか、はいはいはい、じゃあね、番組冒頭でもお伝えしましたけれども、ラジオ、ね、せっかくおやりになってるのに放送終了の危機にあるというこちらガナーさんのこのニュースいきましょう、ドン、ガナー正子ラジオ放送終了の危機、どんな圧力がかかっちゃってるんですか、ではこちら深入りまいりましょう、で、琉球新報と沖縄タイムスを正す県民国民の会代表ガナー雅子さんが中心となり、地域コミュニティ FM ラジオで放送しているラジオ番組沖縄防衛情報局が、現在放送終了の危機にさらされています、沖縄防衛情報局が放送されている5つの局のうち一部の放送局から今月6日付でガナー氏へ文書が届きました、その内容は放送内容の改善と、内容の改善がなされない場合は2017年、今年ですよね、12月いっぱいで放送終了させていただきますというものです、さらに11日付で届いた文書は、一部抜粋ですが、例えばタイムスや琉球新報の記者への個人批判は新聞社が一組織として新聞を運営しているため個人の実名を挙げて批判を煽るような放送は望ましくありませんとし、最後は以上のことを踏まえた上でこれからも信頼される放送を継続していただけますようお願いしますと結ばれていますということで、早速じゃあスカイプがつながってますかね、ガナさん聞こえますか、はい、あ、おはようございます、どうもお忙しいところ、はい、今日もおはようございます、よろしくお願いします、百田です、
今日は加藤達也さんもいらっしゃってくださってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、現状こういった段階になってしまっている。はい、このファックスが届いて、文書をいただいたのが12月の6日なんですが、はい、タイムスが最初取材と称してラジオ局に圧力をかけてきておりまして、でそれで我々制作をしている番組担当者として、ちゃんとルールにのっとってやってますからっていうことで、ずっと今も続けさせていただいてはいるんですが、やはり言論弾圧を彼らはいつものように仕掛けてきてまして、で放送局がどうしてもやはりその圧力に影響されてしまって、5つの放送局のうち、今回は一部の一つの、放送局からこの文書をいただいたんですが、このような、最後に締めくくりで12月いっぱいで放送を終了させていただきますようお願い申し上げますと、文書がとうとう来てまして、このようにしてこれまで言論弾圧されてきたんだなっていうのがもろに分かってきまして、多分これはまあ証拠はないですけど、おそらく沖縄の西が圧力をかけたと思われますよね、多分ね。びっくりしたのは、番組を始めて1年以上経つんですが、その番組、この文章をもらった番組の方からも、応援の声をむしろいただいてまして、でタイムスの取材という圧力が来てから態度が変わってしまって、でこういった文章をもらったの でやはり相当この新聞に書かれたという事実自体が、同調圧力というんでしょうかが答えているんだなというふうに思ってまして、ということはあれですが、新聞にいわゆるその放送、沖縄の2つのタイムスにその放送局、あるいはその放送が批判的に書かれたということなんですね。はい、大きく書かれまして、大きく書かれた、はい、しかもそこから以降変わったということですね、それから以降放送局の態度が変わったということなんですね。はい、はい、そうです。でその記事の内容がやはりいつものようにまた曲がってまして、我々の放送番組は沖縄西が、でたらめ記事を書いていて、なので真実を知らせますという趣旨なんですが、そこは一切書かずに、我々が例えばこの今先ほど先生が冒頭に説明もされていた慰安婦問題の件とかですね、日本に対して平気で嘘をついているんだと、この中国と韓国は、そういった話をはっきり言ったことが差別につながるというふうに、また例の安倍記者のような形で書いてまして、で一方的に差別番組というふうに言ってきておりまして、はい、どうもね、この安倍記者もそうですけど、中国韓国という名前を出すとそれだけで差別と言いますよね。はい、彼らは、はい、彼にこれに非常に反応します。ここにね、放送局の手紙ですけど、例えばタイムズや琉球新報も、新報の記者への個人批判は、これ個人批判はダメだと言ってますけど、でもタイムズも琉球新報も私に対する個人批判はバンバンやってますよね。はい、社を上げてね、社を上げてやってますよね。はい、そういう、それはそれ、そういうこそダブルスタンダードというんですけどね。でも実際に沖縄の言論空間というのはもう相当ひどいですね。日本国内もひどいですけど、沖縄2つの新聞社がもう全てを牛耳ってますよね。これ我々もね、ガナさん応援していきますので、ガナさん負けずに頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。また彼らは実は昨日ちょうど社民党の県議がですね、会派の県議が、県議会の本会議でも我々の番組を取り上げまして、でフェイクニュースであると、これに対して県は何も言う権限はないので、もう本当に教科書通りの答えで番組を制作している側が考えるべきことだと言ってはいるんですが、いろんな形で圧力はかけられておりまして、ただ我々は別にこういった文書が来たからといってはいはいというわけにいかないですし、これからも引き続き放送を続けていきたいと思いますし、またこの手紙を公開することが放送局を非難するような方向にはなっ
ってほしくないと思ってまして、実はそういった同調圧力に放送局も被害を受けている立場なので、そういった中で我々の放送が続けられるように、ぜひ放送局の方もですね、皆様に応援をしていただければ大変ありがたいです。まあ、確かに放送局もね、まあ、小さな FM 局ですから、沖縄ではね2つの新聞社、まあ、沖縄、今回沖縄タイムスですか、沖縄タイムスに圧力をか露骨に圧力をかけられたらやっぱり大変、経営も大変ですからね、だからそういう非常に辛いところはありますよね。だそういう意味では放送局そのものも被害者ですよね。どうですか、はい、ここに画像があるということなんですが、はい、放送局から実際届いた画像、はい、これモニター出ますか、どうぞ。いけます？ん？出ない？出ない。はい。はい。ちょっと待ってください、ね。計2通来てまして。あ、こちらですね。出ました今、はい。ちょっとアップになりますかね。ああ、放送改善のお願い。うん、ああ、なるほどね。はいはい。これは先、まあ、言うたようなことですね。あと、もっとあるんですか？他に出してください。かかってる？改善ね。これは違う。これは、あ、これ。ああ、これねありましたね、この下の方に、12月いっぱいで放送終了させていただきますとお願いし申し上げます。ちょっと意味わからないなこれ。3枚目、次3枚目あるの、はい、これが3枚目、まあいろいろ書いてますね、はい。反対意見を持つ相手の言論を一方的に否定するような発言は放送ごとに望ましくありませんとか、こんなってどんな意見も言うてもいいですよね、別に構いませんよね。反戦平和運動はほとんどが偽物という文言に対しては十分に事実確認をした上で放送していただきたいと思います。こんなこういう表現もダメやっちゅうのやったらこれ言論の自由はなくなりますね。はい、ね、個人の実名を挙げて批判を割るような放送は望ましくありません、ね、これね沖縄タイムズと琉球新報に言うてもらいたいですよね、私の名前をさんざっぱら出してから ね、はい、ね、繰り返しそこは、ね、徹底してますから、はい、まあ、ガナさん本当に頑張ってください。はい、ありがとうございます。また我々これで緊急集会を開いて県民に広く告知してピンチを、まあ、チャンスにしてですね、はい、また頑張っていきたいと思います、はい、ありがとうございます。私も年明けたらまた沖縄行って講演やりますんで。そうですか、はい、ぜひよろしくお願いします。ガラ、はい、まあ、さん現状では5つの局のうちのあくまで1つですもんね。はい、ね、そうです、うん、だね、そこに所向を見出しましょうね。本当に心もいいと思いますが、いいですか一言、はい、私もですね、去年の4月だったと思いますけど、沖縄、那覇とですね、それから石垣島へ行って、うん、これは産経新聞の正論というところの主催の講演会だったんですけれども、はい、お話をしてきました。その時地元の方と意見交換する場もあったんですけれども、いかにですね、沖縄の言論空間というのがいびつかっていうことをですね、皆さん口々におっしゃったんですね。会場におそらく100人以上の方それぞれの会場いらしてましたけどもね、もう窮屈でならないとかそんなことはまだいい方ですね、もう虚実ないまぜの報道が行われているこの現状を何とかしてもらいたいというですね、もうなんか悲痛な叫びを、たくさんの人がそう言ってたわけですよね。で、まあ、その状況がどんどんですね、こう押し込められていく、まあ、ガナンさんのような本当にまともなですね、報道をしている、真実を伝えようとしている人のですね、気持ちが生かされない、こういう状況本当悲しい限りですね、はい、ですね、改めてガナさん本当にご苦労も多いと思いますけれども頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます。すいません今日も臨時に恐れ入りますご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。あとね、はい、まあ、沖縄の、まあ、報道、まあ、沖縄の報道はいつもむちゃくちゃなんですが、最近の沖縄の報道でちょっとびっくりしたのは、例の普天間の近くにあるキリスト教系の保育園、はい、この屋根に、はい、米軍のヘリコプターから物が落下して屋根の上に落ちたと、はい、いうようなことがこれ沖縄の2つの新聞が大々的にニュースしましたね、はい、やってます、はい、もうものすごい大きな記事 で要するにどうしてくれねえと、もうあと何十センチかずれとったら、エンジンに当たったかもしれない、そうするともう
下手したら死んだかもしれないし大惨事になったかもしれないと、でこんな危険な状況はいいのかということで、もう2つの新聞が大々的にやったんですよ。ところがどうも調べていくと、これは全部嘘やったということです。落ちてなかったんですか。はい、あそもそも落下してなかった。そう、これ米軍のヘリコプターの羽の中につけてるこうキャップなんですけどね、でこれが落ちたということなんですが、米軍で調べてみたら、うちの施設、うちの装備からは一つも物なくなってないし、落ちた形跡が一切ないということです。で、まあ、これがね、じゃあ米軍は嘘ついとるんかって、これ嘘じゃないんですよ。と言いますのはそれもちゃんと調べてる。そのキャップというのはですね、まあ、ヘリコプターの羽が何枚もあるんですが、そのヘリコプターの亀裂があったかどうか分かるそのセンサーにかぶしているキャップなんですね、でこれはですね、そこに文字書いてるんですが、飛行する前にはそのキャップを外せとなってるわけです、だから飛行する前にキャップを外さなあかんのです、なおかつ仮にそのキャップを外すのを忘れた場合どうなるかというと、忘れた場合プロペラが回った瞬間にそれが吹っ飛んじゃうんですよ、かぶせるだけから吹っ飛んじゃうんです、ですからそれがついたままずっと飛んでいってしばらくして落ちるということはありえないんですよ、でね、仮に100メートル上から落下したということになってるんです、最初の発表はね、とは100メートルも上から落下したら屋根に大きな傷が出てるはずなんです、傷がないんですよ、で傷がないやないかって言うたら、突然しばらく経ってから傷ありましたって傷が出てるんですが、その傷はその落下物とだいぶ離れたところにある傷なんです。しかも小さな傷なんですよ。そんな小さな傷で収まるわけないだろうってことなんで、でなおかつまたさらに調べてみたら、そのキャップは確かに米軍が使ってたキャップなんですが、そのキャップはもう今使ってないキャップなんですよ。もうキャップを全部入れ替えてて、もう今使ってるキャップ全然違うキャップなんです。だから誰かがどっかからそういう古いキャップを取り出してきて、その屋根の上に置いた可能性が非常に高いんですよね。でなおかつこれを最初にすぐフェイスブックに上げた人がいるんですよ、こんな危ないもの出しやがってフェイスブックにバーッ上げていっぱい書いた人がいる、でその人はですね、実は、同じ人物が、沖縄のこれ辺野古の近くやったかな、その、宅配便のトラックを強引に止めた人物なんです。要するにこの宅配便はあんたこれを通すわけにいかない、その宅配便は誰に届けるのか、その行き先はどこなのか、これを明かさない限りトラックをお前とか通さない言うて、止めた人物なんですね、でその人物がその写真を全部フェイスブックにアップしてるんですが、これがですね、ある時突然ピャッと全部記事を削除してるんです、自分の記事を。どうもこれ以上載せたらやばいということを判断したみたいですね。で最初の記事なんかすごかったですよ。要するに落ちてきたそのいろんな人たちがそれ見てですね、熱を持っていたと、その落下物がね、まあ、プラスチック製なんですよね、熱を持っていた、そして焦げ臭い匂いがしたとかね、もうそんな話がいっぱい出てるんですよ、で保育園 その保護者たちがですね、もう泣きながら、もうこんな危険な危ないとか言って、もうとにかく早くこのヘロコの、ごめんなさい、普天間基地を移転してもらわないと、こんな危ない状況では、もう私たちはもう子供を通わせられないとかね、もうそんな記事がぼわーっと載ってるんですが、今、どうもこれは全部捏造やったっていう疑いが、もうほぼ、間違いないと言われて、そうすると、今、沖縄西はその記事、一切知らん顔して、何にも語ってないらしいです、一切消えてるらしいです、この記事は。まあ、いや、ここまでしていいんですかね。